南馬国勝、あるいは南馬騎士国勝は、アスカ時代の豪族。日本初期末期第24によると、皇玉天皇元年に、九だら及び高麗における政変が相次いで起こったことが記述されている。この事態に、大和政権は朝鮮半島に死者を送ることを決定し、高麗には、つもり連帯会、九だには国勝騎士水系を派遣することになった。 それから14年後、初期巻期、第26によると、最明天皇2年、再開し再紀連名は、小山氏も南馬騎士国勝ち、と、くだらより帰りで、大無一いっこんでりと記されている。この南馬騎士国勝と騎士国勝クイナが同一人物ではないか、と考えられており、あるいは前者は、国勝とクイナという別々の二人の人物のことではないか、と見ることもできる。 攻玉元年に派遣された使いの中には、白木に派遣された草壁騎士親戚、三奈に派遣された坂本騎士長兄の名前もあり、騎士集団が外交面で大きく活躍していたことが伺われる。なお、オウムについては、初期末期第25に大化3年、白木が日本への人質の金春秋と共に九弱一話と合わせて献上した記事が日本最古のものとされている。 ありがとうございます。